エルコラーノの発掘ヘルクラネウムは古代ローマの町で、その遺跡はイタリアのカンパーニア州エルコラーノのコムーネ内、北緯40度48分21秒統計14度20分51秒、北緯40.80583度統計14.34750度、40.8058314.34750に位置する。現在は遺跡の一部が有料で公開され重要な、 観光資源となっている。ポンペイ、スタビアエ、オプロンティスと共に西暦79年8月24日に始まったベスビオ火山の噴火により失われたことで有名である。町は高温の火災物に埋まり、それは冷えて火山性の業界岩となった。1981年に遺骨が発見されて、以来150体余りの人骨が発見された。噴火当時ヘルクラネウムは、 ポンペイに比較して小さな町で、より豊かな人々が住んでいた。古い言い伝えは、ヘルクラネウムをギリシアの英雄ヘラクレスに関連づけており町がギリシア人により建設されたことが伺われる。紀元前6世紀末頃イタリアのサムニウム人の先祖がこの場所に最初に文明を築いたようである。その後まもなくして、町はギリシアの支配下に入った。 ギリシア人は町をヘルクラネウムと名付け、ナポリ湾に近いこともあり町を貿易基地として利用した。紀元前4世紀再び、サムニウム人がヘルクラネウムを支配し、その支配はヘルクラネウムも参戦した同盟主戦争で将軍、スッラの補佐官、ティトス・ディディウスに敗れて、紀元前89年にローマのムニキピウムになるまで続いた。79年のベスビオ火山の噴火後、 ヘルクラネウムの町を溶岩や土や灰が20メートルほどの厚さで覆ってしまった。町はその後1709年に井戸を掘っていた労働者に偶然発見されるまで1600年以上ほぼそのままの姿で地中に眠っていた。発見以来発掘作業が進められたが依然終了していない。現在のエルコラーノとポルティチはヘルクラネウムがあった場所にほぼ一致している。 エルコラーノの街は1969年までレシーナと呼ばれていたが古代の街を記念してヘルクラネウムを現代イタリア語化したエルコラーノに改名された。住民の信仰を一番集めていたのは街とベスビオ火山を創造したとされたヘラクレスであった。他に信仰されていた重要な神はヘラクレスの愛人と信じられていたビーナス及びアポロである。ヘルクラネウムなど ベスビオ火山の周りの複数の都市が噴火により被害を受けた。黒い雲は灰と噴石の効果の大まかな分布を表している。壊滅的なベスビオ火山の噴火は79年8月24日の午後に起きた。ベスビオ火山はおよそ300年間活動を停止していたと思われ、もはや火山であるとは一般には認識されていなかったが一部の知識人はそう遠くない昔に、 ベス病が噴火していたことを認識していた。考古学的な発掘と、コプリニースが歴史学者タキトゥスに宛てた二通の手紙により噴火の経過をたどることができる。8月27日午後1時ごろ、ベス病火山から数千メートル上空まで灰と噴石が吹き上がった。噴出物が大流圏と清掃圏の間に到達した時の噴煙の上部が平らになったその形をプリニスは カサマツと形容をしている。風は南東を向きに吹いたため噴出物は主にポンペイとその周りの地域に落下した。ヘルクラネウムはベスビオ火山の西にあるので噴火の最初の段階ではあまり被害を受けなかった。ポンペイの家々の屋根が落ちてきた噴出物の重みで潰れたのに対してヘルクラネウムには灰が数センチ積もった程度であったが住民の多くはこの段階で逃げ出した。 初期の発掘でわずかな人骨しか発見されなかったため、住民のほぼすべてが辛くも避難したものと長い間考えられていた。1982年に発掘が海岸のボートハウスの区域に及ぶとこの見解は改められた。考古学者たちは12のボートハウスで体を寄せ合うように群がる250もの人骨を発見した。人骨が発見された。 ボートハウス夜の間、柱のような姿で、清掃圏にまで達していた、噴出物が別病に落下し始めた。火災流が発生し、摂氏400度のガス、灰、石が入り混じり時速160キロメートルで、ヘルクラネウムに押し寄せた。午前1時頃火災流は、ボートハウスに到達し、そこで助けを待っていた人々は猛烈な熱により、瞬時に命を失った。 この時の火砕流とそれに続く幾度かの火砕流により、噴出物が下から徐々に建物を覆ったために建物は大きく損傷しなかった。建物とその内部のものが非常に良い状態で保存されたのは以下の要因によると思われる。風が変わり、ヘルクラネウムに灰が降下するまでに建物がすでに火砕物に埋もれていたため屋根が潰れなかった。 最初の火砕流の熱が有機物の表面を炭化し、水分を抜き去った。厚く密度の高い凝海岩がヘルクラネウムを1700年間空気からも遮断した。発掘は現在のエルコラーノの場所で1738年に始められた。両シチリア王の講演による詳細な出版物で、アンチチタディエルコラーノは限られた、発行部数であったにもかかわらずその頃始まっていた。 ヨーロッパの新古典主義に非常に大きな影響を与えた。18世紀の終わりには装飾的な壁画から三脚テーブル、航路、ティーカップなどの家具調度品にヘルクラネウムで見つかったデザインのモチーフが現れた。しかし、近くのポンペイの街が発見されると発掘は中断された。ヘルクラネウムは堆積物が20メートルもの厚さで、 覆っていたのに大使ポンペイは4メートルほどだったので、はるかに発掘が容易だった。20世紀になって発掘が再開されたが、大広場の複合施設をはじめとする個人を呼び、公共の建築物が未発掘である。火災流は逃げ遅れた住民の命を即時に奪った。ヘルクラネウムで命を失った人々の姿は、ポンペイとは異なり、石膏で保存はされなかった。 1981年ジュセッペマギ博士の監督の元イタリアの公共事業の作業者がヘルクラネウムで排水口を掘っている時に遺骨を発見した。マギ博士に促され、イタリアの役人は自然人類学者のサラシー・イバイセルを発掘の指揮と遺骨の研究のためにアメリカから招いた。この調査はナショナルジオグラフィック協会の資金により賄われた。 古代ローマ人は通常仮想を行っていたのでこの発見まで学術的な研究に使用できるローマ人の骨は少なかった。ヘルクラネウムの港地域の発掘では55以上の人骨が発見された。人骨は海辺で見つかった。彼らはそこから噴火から逃れようとしていたと考えられている。この人骨の中には指につけていた指輪から名付けられた。 指輪の女性も含まれている。これらの遺物の科学的分析により、バイセル博士は、ヘルクラネウムの住民の健康や栄養状態に、関して深い知見を得ることができた。遺骨の中には高濃度の鉛が検出されるものがあり鉛中毒が疑われた。骨への分析によっても新たな知識が得られた。例えば骨盤の傷跡により、女性が産んだ子供の数を推測することができた。 ヘルクラネウムを覆った水、灰、はい、粉石は当初襲った非常な高温とともに遺跡を1600年間非常に良い状態で保存する役割を果たしてきた。しかしながら発掘が始まると大気にさらされた遺跡は緩やかに傷み始めた。これは遺物すべての保存よりも価値のある遺物を入手することに主眼を置くという町の発掘の当初に取られた当時の考古学の手法では やむを得ないことだった。1980年代初期サラシーバイセル博士の指示で遺骨の保存が優先事項になった。有機物が炭化された遺物は空気にさらされると数日のうちに劣化した。このためその保存方法が確立されるまでに多くの遺物が失われた。今日、観光や恋の破壊により公開されている区域の多くで損傷が起きている。また、 現在のエルコラーノの町から流れ込む水により多くの建物の基礎部分が侵食されている。再建の試みは逆効果になることが多かったが、最近の保存の努力は効果を上げている。町の保存に予算を振り向けるために現在、発掘作業は一旦中断されている。ヘルクラネウムで出土した多数の遺物が国立ナポリ考古学博物館に保管されている。詳細はポンペイ。 ヘルクラネウム及びトレアンヌンツヤアータの遺跡地域を参照セイターアレポテネットオペラロータスはラテン語による解文である。最も古いものがヘルクラネウムの遺跡から見つかっている。ありがとうございます。